皆さん、ピッチ上をご覧ください。今日は8月最初のホームゲーム、ご来場ありがとうございます。8月になりまして、今月8月7日はルナーナちゃんのお誕生日です。今日もここでルナーナちゃんのお誕生日会をやりたいと思います。ところでルナーナちゃん、ルナーナちゃんは何歳になったんですか？あれ、もうダメ、秘密、秘密、レディに年齢聞いちゃダメか。そうだね、年齢の秘密ということで、今日はルナーナちゃんのお誕生日のお祝いにたくさんお祝いを頂いています。まず7月にホームゲームでルナーナちゃんへの似顔絵を、お子さんたちに描いていただいたんですが、その中からルナーナちゃんが選んだ作品賞を受賞した、今日は5名の皆さんがピッチに来てくれました。ご紹介しましょう。鎌田彩香ちゃん、うるま匠くん、金子美宏ちゃん、後藤光大くん、相澤陽太くんです。トヨタ自動車株式会社、ムービックス仙台、ムービックス岐阜、明治安田生命保険の総合会社、出かけた仙台への支援、誠にありがとうございます。さあ、一人一人ね、一生懸命書いてくれました。その中にはだいぶファンキーなルナーナちゃんの絵を描いてくれた子もって、ベガッタさんじゃないですか。ベガッタさんも描いてくれたって。みんなね、一生懸命描いてくれたけれども、ルナーナちゃん、みんなの絵見てどうですか？すごい嬉しい、すごい嬉しい。ちなみにお兄ちゃんの絵はどうですか？あ、目を合わせたくないくらい、かなりリアルに、あのピアスとかもね、つけてるんだけども、そういうことでね、こういう感じにはならないよね。全然違うよって、お兄ちゃん全然違うでしょっていうふうに言ってくれますね。さあ、それでは一生懸命描いてくれた作品賞を受賞したお子様たちへの記念品をお送りしたいと思います。お子様代表して金子美宏ちゃんに贈呈いたします。美宏ちゃん、いいかな。それでは、ありがとうございました。皆さん、大きな拍手をお送りください。聞いておりましょう、聞いております。さあ、そして、なんとお兄ちゃんのメガッタさんからも誕生日プレゼントを用意してくれています。それが、ビニールから出したのが日高ポンプ。だいぶ渋いですね、これ。ルナーナちゃんの大好物。あ、大好物なの？大好物じゃない、大好物じゃないけど、これからね、こういう味が出るものを食べて好きになっててねということで、プレゼントを用意してくれました。さあ、今日はたくさんルナーナちゃんにお祝いが届きましたけれども、誕生日のお祝いのお礼にルナーナちゃんがお返しをしたいということなんですけど、お返しは何してくれるかな。お、ベガッタさんが代わりに聞いてくれてるんだね。踊るらしいよ、暑いのに。暑いな、ね、